J2 京都サンガ FC は10日、MF 戦闘系野選手、23、が交通事故を起こしたと発表した。クラブによると9日午後5時ごろ、京都府八幡市で、30代の男性が運転する乗用車に追突した。男性と同乗者が首に痛みを訴え、救急搬送された。船頭選手に怪我はなかった。クラブは船頭選手を厳重注意とし、再発防止に向け、選手、スタッフに安全運転の教育を徹底するとした。